こんにちは、えっちゃんです。今日は大人気名探偵コナン最新の映画がやばいということで、名探偵コナンの3色マーカーチャレンジやっていきたいと思います。いや、名探偵コナン皆さんご存知ですよね。もちろん。いや、名探偵コナンの最近やっていた映画100万ドルの道しるべ、あれやばいで、本当にね、油断して見に行っちゃったんですよ。公開始まってからもうすでにね、評判がすごく良かったんですけど、まあ言うていつもね、評判いいからっていう気持ちで行ったら、もう面白すぎたっていうことで、その気持ちをね持ったまま、今回は名探偵コナン主人公の江戸川コナンくんの、3色マーカーチャレンジやっていきたいと思います。もちろんですね、コナンくん赤い蝶ネクタイ、青の、ジャケットみたいなね、で茶髪って感じで、まあ、そこら辺のカラー抑えられれば、うまく大成功コナンくんは作れるんですが、今回どうなるのか早速チャレンジしていきましょう。はい、今回私が描いた塗り絵はコナンくん、めちゃくちゃいい感じに描けたと思います。まあ、このね、コナンくんを塗っていくんですが、茶髪で青いジャケットに赤いリボンで、まあ肌の色ですね、なんですけど、まあ、今回はまあちょっとね、まあ、3色で塗ることができるっちゃできるキャラクターなので、しっかりね、あのコナン君に撫でたらもう神引きですよ。じゃあ早速なんですが、1色目ちょっと引いてみたいと思います。何色が出るかな、これだ。うおー、なんだこの色。あー、ピンクっぽい赤かな。なんかね、真っ赤じゃないんだけど、これ一応赤だけどちょっとピンクっぽいな。まあでもね、蝶ネクタイの色にいいんじゃないですか。塗ってみよう。ほぼ赤、うん、ほぼ赤よ、ほぼ赤。もうね、気持ちの問題です。こんなのは目の色も青色ですね。なんでジャケットの青さえ引ければいけるっていうことで、まあまあまあこれ調子いいんで、1本目これでもう蝶ネクタイのみでいきたいと思います。さあ2色目何色が出るかな、これだ。え、うわ最悪、グレー。終わった、グレー。いや待って、コナンくんのこのジャケットをね、はい、グレーにして、いや逆によ、ウェディングタキシードみたいな気持ちで見たら、あれちょっといいんじゃないね。あのコナンくんが、まあ、あの中身新一がね、ちょっとウェディングのところでみたいな、あ、いいんじゃない。え、逆にありかもよこれ。はい、2色目グレー塗りました。いやー、こっから絶対にギャル化しませんように。後にえっちゃん、これがフラグになっていたらショックです。いきます、3色目いきます。これだ。いや、なんかいっぱい出てちゃった。間違えた。なんかマッキー入ってたんですけど。ねえ、3色マーカーチャレンジでマッキー出てきたんだけど、これ違うよ。ぽい。はい、リベンジ。3色目はこれだ。こいつつるって、あー今青つんだ。だったら白髪のが良かった。これ服に塗りたかったよ。なんか水色みたいな青ひげました。塗ってみるね。だいぶ青だこれ。だいぶ青だよね。え、もうなんか色薄くなっちゃった。コナンくんじゃん、こんなん。あれだね、あの色盗まれたこれ。あれだな、キットにあのコナンくんの色という宝石盗まれました。一人目のコナン、いや一人目。あ、でもなんかこれね、塗ってね、私の目の前にあるこのコナンくんは色薄って感じなんだけど、あの画面で見るとさ、逆になんかあえてこのカラーリングで塗ったコナンくんに見えてきた。なんだろう、色抜いた感じの、あの水彩っぽい雰囲気の
コナン君。はい、ということで、悔しい悔しい、この蝶ネクタイに期待された、期待してちゃったよ。しょうがない。いやいや、塗り絵、実はもう一個用意してあります。さあ、リベンジです。これを超えるいいコナンを作りたい。しかし、もうね、1回目失敗してるんで、あの1回目よりせめて色が濃いコナンを生み出したい。さあ、じゃあね、この1回目選ばれた色は入れずに、2回目のコナン3色マーカーチャレンジ、1本目これだ。てってれってん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 、てれれれてれれれれれれ、緑を引いてしまった。ねえ、これどこに塗ったらええの。これはジャケットじゃない、さすがに蝶ネクタイかジャケットですよ。これは決めました。まあね、ブルーとグリーンは、まあ、制服にさ、あるよ、グリーン。いけそういけそう。うん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 。まだ一色目じゃ、そうね、そうぶっ壊れることはないんですよ。で、チャラさもまだ出てませんし、ね、ギャル化もしておりません。映画版コナン、なんだろうね。別の学校に、小学校に潜入する話みたいなテーマにしよう。ほな、髪型はね、髪色は茶髪でいきたい。さあ、2色目いきましょう。いい色を聞きたいのよ、クライマックスのこの曲、黄色。なるほど、黄色か。これ悩むな。これね、何が悩むって、髪の毛の色ね、これさっきのね、水色ありましたけど、こういうね、非現実的なカラーにしないためには、まあ、せめて金髪にするっていう手もあるんですよ。ただ金髪にすると一気にチャラくなる。ボタンがね、確か金色だったんで、まあ塗っておきましょうと。いや、金髪はなー、いや、私はネクタイ黄色にしようか。黄色、緑に合うし、うわー、髪の毛ちょっと次に期待しちゃおう。もう忘れたのかって思ってる人もいると思いますが、はい、私は忘れました。最後に期待します。さあ、お願いします。どうか大変なことになりませんように。3色目、3色マーカーチャレンジ、最後の色はこれだ。ズーン。犯人が使用したのはこちらのYG06。 こちらの色を髪の毛に塗ることによってコナン君じゃなくさせた。黄緑塗っちゃうの、塗っちゃうの、どうすんの。いや、待って、ちょっと考えよう。一旦さ、ネクタイとかさ、ストライプとかにしちゃってさ、一旦ね、あの気持ちをちょっとさ、落ち着かせよう。うんうんうん、こういうのもいいよね。髪の毛塗るか、これで。でも塗るほかないよね、コナン君。いや、むしろもはや統一感ある。うん、黄緑、草タイプみたいになりましたね。あの、完全に色が統一感あるのはめちゃくちゃいいですね。思ったより良くない？俺の名前は緑川コナンって感じ。ということで、2回目の3色マーカーチャレンジ、コナン君がこうなりました。草タイプ、はい、両方ともね、なぜかある意味神引き、なんか統一感あるカラーを引くことができました。ある程度統一された、このサイドが同じとかね、あの色味が同じっていう統一感のおかげで、なんとか3色マーカーチャレンジ大失敗には終わらず、なんかいい感じのコナン2体生み出すことができました。皆さん、どっちのコナンが好きですか？私は実はこの1個目のコナンくん、
ありって思ってます。はい、ということで三色マーカーチャレンジ、いやー久しぶりにやったんですけどやっぱ楽しい。いや今回できたコナンくん、はいこちらになりました。いやー皆さん本当にね、あの名探偵コナンくんの三色マーカー実は初めてね。まあね、大人気アニメの三色マーカー楽しい。ちなみにですね、以前、名探偵コナンくんの書き比べチャレンジを実はやってます。はい、この動画もぜひ見てください。はい、三色マーカーチャレンジ塗り絵やってみたいなと思った方はぜひ LINE 公式をフォローしてですね、私の LINE 公式概要欄に書いておきます。そちらをフォローしてコナン塗り絵って送ってくれたら私の書いた塗り絵、掲載しておきます。ぜひ皆さんですね、一緒に三色マーカーチャレンジ試してみてください。ではでは皆様、三色マーカーチャレンジやったよとか、えっちゃんのコナンくんどうだったみたいなコメント欄によろしくお願いします。そして X とかでね、やってみたよっていう画像も投稿よろしくお願いします。ではでは高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバーイ。